バッドウルフは、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター、フーのシリーズ1第12話。2005年6月11日に BBC1 で放送された。共に二部作を成す、別れ道は2005年6月18日に放送された。本エピソードの舞台は2005年のエピソード、宇宙ステーションの悪魔の100年後である。異星人のタイムトラベラー9代目ドクターと、 コンパニオン・ローズ・タイラー、キャプテン・ジャック・ハークネスが秘密裏にコントローラーにより殺人ゲーム番組放送局サテライト後に転送され、コントローラーの背後に潜むダーレク族に戦いを挑む。本作のタイトルは当初ザ・パーティング・オブ・ザ・ウェイズとして宣伝され、パートには後にシンプルにザ・パーティング・オブ・ザ・ウェイズとなった。アンドロイドと未来版、ウィーケスト・リンクのコンセプトは、 ラッセル・ T ・デイビスがドクター風を復活させる2000年、ないし2001年に開かれた第2回の会議で設定したものであった。このアイデアはクイアーズ・フォークのアメリカ版の開始のため彼がニューヨーク市を訪れた際、タイムズ・スクエアで巨大なアンド・ビンソンが小さな人間を声で吹き飛ばすスクリーンを目にして思いついた。当初制作チームはジャックの伝部を映像に映すつもりであったが、 BBC の編集方針部門が介入し、2005年のシリーズで唯一このシーンを却下した。DVD コメンタリーによると、ダーレック艦隊が登場した時に聞こえる音楽は、ヘブライ語で、何が起きていると歌うコーラスが入っている。ラッセル・ T ・デイビスは、後のシリーズの伏線となる言葉をアナグラムとしても、劇中に盛り込んだ。 そのうちの一つは、ウィーケストリンクで、ダイコバルトピラミッドが存在する有名な地球の古代遺跡として、トーチウッドという語が登場し、これは、ドクターフューのアナグラムでもある。2006年には、現代のカーディフを舞台にして、秘密情報部トーチウッドという題のスピンオフシリーズが始まり、ジョン・バローマンが演じるジャック・ハークネスをリーダーにして、異常現象や、 地球外生物を調査する秘密組織が描かれた。本作で女性番組スタッフを演じた2社、ネイヤーは1987年のクラシックシリーズパラダイス・タワーズに出演していた。これにより彼女は悲しきスリジーンに出演したウィリアム・トーマスに続いて新旧ドクター・フーのいずれにも出演した俳優となった。本作でコントローラーを演じた。 マーサー・コープは後にオーディオドラマザ・ノーウェア・プレイスのオズウィン・タイイとベッドタイムストーリーのタリア役を演じた。ローズと決勝で戦ったロドリックを演じたペーターソン、ジョセフは後にオーディオアース・ウェイドでビクター・エスピノーザを演じた。ウィーケスト・リンクから逃げ出したブロフを演じたセバスチャン・アルメストは後にオーディオ・グランド・セフト・コスモスでアンダー,アース役を演じた。ドクトル・フー・コンフィデンシャルによると アンドビンソンがアンドイロイドの声としてオファーされたものの、彼女は断るだろうと制作チームは考えていた。彼女が承諾した時には、すでに著名な声マネ声優が収録に採用されていた。バッドウルフという言葉は、マネキンウォーズを除いて、シリーズ1のすべての舞台に登場する。本エピソードのイギリスでの視聴者数は681万人で、シリーズ1で最も低い数字となった。 日本では2006年11月21日に NHK 衛星第2テレビジョンで初放送され、地上波では NHK 教育テレビジョンにより2007年11月13日に放送された。2011年3月20日にはララ TV で放送された。デジタルスパイシーのデック・ホーガンはバッドウルフに好意的な反応を示し、クリストファー・エクルストンとパロディ、 スザンナ・コンスタンティンとトリニー・ウッドールの演じた美容整形ロボットを称賛した。ギズモードのアラスター・ウィルキンスはフィナーレに向けての狂気的なエネルギーとローズを失ったエクルストンの感情描写を高評価した。しかし彼は大衆文化の繁栄には批判的で一貫的な風刺を見出せないとした。SFX はバッドウルフに段階評価でをつけ二部作を 今シーズンで最高のデイビスの作品であると述べ、ユーモラスなパロディとダーレクという種明かしを称賛した。本エピソードのクリフハンガーは批評家からも選び抜かれており、ギズモードのチャーリー・アンダースは、ドクター風の最も偉大なクリフハンガーの一つに列挙し、ホワイルデン・オブ・ギークのマーク・ハリソンは9代目ドクターの最高のクリフハンガーに挙げている。また、 デジタルスパイのモーガン・ジェフリーとクリス・アレンもドクター風で最高のクリフハンガー5000に選んでいる。ジェフリーは彼の在任期間で最高のエピソードではないトリニーとスザンナのロボットを忘れないでくれけれどクライマックスを外すのは難しいだろうと綴った。ありがとうございます。